小ア純一は、日本の市民運動家、食品と暮らしの安全基金代表、岡山県岡山市生まれ。現場取材や、食品検査を行うことで、ポストハーベスト農薬、環境ホルモン、体制菌、毒餃子事件、放射能汚染、ミネラル不足など、食品や生活に潜む危険性を、各メディアや月間、食品と暮らしの安全で告発してきた。 2004年、日本子孫基金として、東京弁護士会人権賞2017年、ウクライナチェルノブイリ連盟から、白愛人道勲章2018年、国際チェルノブイリ連盟から、チェルノブイリ自己処理30周年記念勲章2019年、ウクライナジャーナリスト連盟から、特別栄誉賞この他に、各種ラジオ出演や、ウクライナでの食品の放射能汚染を減らす、 日本プロジェクトに関連した現地テレビ番組への出演多数。10ベクレル、キログラム食で痛みが出る、被災成型組織の低線量被爆の影響、ウクライナ調査報告、ウクライナでの子供の頭痛などの症状について25分間、講演、ウクライナ調査報告から、低レベル放射能汚染食品で症状の、発生ウクライナでの神経障害、皮膚病、 頭痛改善の取り組みの成果を講演。ミネラル不足で接触障害から補給したら良くなった食品のミネラル含有量の実測値やミネラル不足に関するモニター調査について発表。ありがとうございます。